はい、第19回2022年3月国家資格キャリアコンサルタント試験学科試験対策講座の選び方を始めたいと思います。私担当講師の大森と申します。よろしくお願いします。はい、それではスライドに切り替えますね。こちら、コンテンツとしましては、レックの学科試験対策講座は学科特訓ゼミ、学科過去問ポイント講座、学科統計資料スピードマスター道場と3本ありまして、すべてウェブ通信講座となっております。レックの学科なんですけども、レックキャリコン養成講座やっておりまして、養成講座は今年で20周年、で資格試験合格のレックとしては42年間にわたり様々な資格の受験指導を、してきました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しております。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング協議会ですね、向けの講座となっております。国家資格のキャリアコンサルタント試験というのは、キャリアコンサルティング協議会ですね、通称で言うと CCCC ですね、協議会と日本キャリア開発協会っていうね、 JCDA と言われてますね、 JCDA の2団体が実施しています。学科試験は両団体ともですね、同じ問題なんですけれども、実技試験の内容が異なりますのでご注意ください。お申し込みの時ね、検索した時に国家資格キャリアコンサルタント試験って検索すると、上にですね JCDA の試験団体として出てくる可能性が結構高いですので、CC 協議会と入れたり、キャリアコンサルティング協議会、試験、国家資格キャリアコンサルタント試験っていうふうに入れていただかないと、ちょっとキャリコンのキャリアコンサル協議会の方が上に来ない場合がありますのでご注意ください。講座の内容とか特徴とかですね、受講料など今から学科試験の方説明していきたいと思います。まずこんな感じですね。3つ順番的になんですけども、レックでは学科試験対策講座としては3種類ですね、用意しております。上の初学者向けと書いてあります学科特訓ゼミで、次に過去問の分析をしたい方向けの学科過去問ポイント講座で、統計資料苦手だなという方は学科統計資料スピードマスターっていうのがありまして、学科特訓ゼミは、試験範囲が広すぎて勉強の仕方がわからない方とか、あとキャリアコンサルタント養成講座で学習したもののテキストの量が多すぎてポイントが絞れないといったような方におすすめです。で、次の学科過去問ポイント講座は過去問から回答の導き方を学びたい方におすすめですね。過去問をとにかくやりたい方で、3つ目の学科統計資料スピードマスター道場というのは、白書や統計資料からの出題が苦手な方、逆にですね、統計資料が大好きという方にも人気の講座になっています。じゃあまず学科特訓ゼミなんですけども、講義内容はキャリコンの学科試験に必須の基礎知識を演習形式の講義で定着させる講座になっております。レックキャリアコンサルタント養成講座のテキストをもとに作成したオリジナルテキストとレジュメを使用します。レックのですね、キャリアコンサルタント養成講座で使っているテキストってこんな量なんですよ。ちょっと他の団体の方もね、こんなぐらいあるのかなとは思うんですけども、すごい基礎内容といってもこんなぐらい勉強するんですけども、これをですね、試験に、学科試験に、よく出てきてた基礎的な内容をこれをギュッとこう一冊にまとめた、すごいこれ結構好評なテキストになっております。このテキストがついてまして、あと、ちょっと字はね、養成講座のテキストの字よりちょっとちっちゃめでギュッと詰め込んでる内容になってます。あとですね、このテキストを読むだけだとちょっとね、やっぱりこう読んでるけど頭入んないなっていうところがあって、これサブノートといってレジュメがついてまして、このレジュメは中をですね、こう重要なポイント的なところをですね、カッコ抜きにして、そこにこう自分で記入しながら、もう読み進めながら記入してっていうような形で、手を動かしながら覚えるタイプの、覚えていくために作ったレジュメです。
これはですね、赤ペンとかで書いてもらって、こういう下敷きなんかで後でね、こう隠して使えばレジュメも後で使えるかなっていう形で作ってあります。でこの講座なんですけども、通信でやっておりまして、講座時間、まあ、大体7時間ですかね。演習時間もちょっと入れてます。ちょっと止めていただいてもいいですし、ちょっと演習時間取ってますので、ね、それ込みで7時間です。で、ウェブ配信期間は3月31日まで、来年のですね、3月31日まで入れます。で、受講料が、レック受講生の方は1万3600円、一般価格は1万7000円。で、先ほどお見せしたオリジナルテキストとレジュメがついてまして、これは発送いたしますのでね。で、先生は、担当講師は南英一講師ということで、大阪ので関西の方の先生なんで、ちょっと大阪弁っていうかね、関西弁でお話しされていて、ちょっと面白い先生ですね。で、南先生、社労士の先生なんですよ。もともと社労士をやって、社労士の先生っていうか、社労士の、もともと社労士なんですよね。なので、キャリコンもちろん取られて、ダブルライセンスということでね、活動してらっしゃって、なので、この講座で特にですね、労働法規とかのあたりは、とても詳しくお話ししていただいているので、労働法規苦手な方なんかね、向いてる、見ていただければいいかなと思います。はい。で、続きましては、学科過去問ポイント講座ですね。こちらの講義内容は、第1回試験からの品質分野ですね。こう分析、よく出ている分野の分析および第17回18回の過去問題、過去の過去問ですね、を分野別に分けるんですよ。法律、統計、理論、その他っていう感じで4分野に分けてですね、整理して分析しています。それの回答への導き方を学べます。まあ、講義ではキャリアコンサルティング協議会が出している2021年度版のキャリアコンサルティング関連情報集というのを使用して進めています。まあ、事前にですね、キャリアコンサルティング協議会ホームページからご購入の上受講していただければと思います。過去問はですね、レックの著作権の関係上、レックのそのレックから配布すること、まあ、ダウンロードもダメなんですね、レックのホームページからは。なので、ご自身でキャリアコンサルティング協議会のホームページからダウンロードしていただくことになっております。なので過去問を準備して受講していただくということと、あとですね、キャリアコンサルティング関連情報集というのはこれのことですね。これキャリコン養成講座受講生の方にはお配りしているので、皆さん持っているものなんですけども、一般の方々ね、養成講座を受けてらっしゃらない方は、こちらキャリアコンサルティング協議会という試験団体が、こっちか、試験団体が出している本ですので、こちらぜひね、手に入れておいていただけると良いと思います。最近ですね、やっぱりこのキャリア、この本とも、もともとこの冊子っていうか本はですね、キャリコンになってから、キャリアコンサルティング協議会の方が、キャリコンになってから自分の自己検査のためにこれを引き続き勉強のために読んでいただきたいということで作ったらしいんですけども、でも実際養成講座でも使っていいですよということで、試験もですね、結構ここから最近よく出題されておりますので、やっぱり大事だというところをですね、こう統計資料とかももちろんそうなんですけども、こういう取り組んでいる国の施策とかね、取り扱っているキャリアコンサルティングに関連する、まあそういった国の情報ですね、やっている施策とかが載ってますので、法律もちょっと載ってますけどもね、そういったところがありますので、これはぜひお持ちでない方はキャリアコンサルティング協議会のホームページからご購入いただいて、まあ、レックではちょっとこれは販売してませんので、皆さんご購入いただければと思います。はい。で、2021年版を使いますね、今回は。はい。で、続きましては、これですね、ちょっと時間とか見ますね。実施時間は7時間で、ウェブ配信期間は3月6日までですね、試験の日の、まあ、朝、夜中っていうんですか、朝っていうんですか。で、受講料はレック受講生が1万3600円、一般価格は1万7000円です。
まあ、この教材費別ということなのでね、ご注意くださいね。これはご自身でお買い求めください。はい。で、次ですけども、次はですね、2021年版なんですけども、これ学科試験対策講座対策の書籍ということでレックが出しておりまして、これ本ですね、こういう外版書籍っていうんですけども、この本、これね、合格の取説っていうんですけど、キャリアコンサルタントのね、2級試験にも対応してます。出題範囲が一緒ですからね。で、これ宮城真理子先生がですね、推薦してくれていて、すごい人気な本になってます。宮城真理子先生ですね、すごい力作の著書ですね、中身も充実しており分かりやすく受験する人にとても役立つ対策本ですって言って書いてくれてますので、ぜひこちらも持っていただければと思うんですけども、この2022年版というのがですね、実は今作っておりまして、2022年の1月20日頃販売開始予定ですのでね、3月試験で、まあ今実際ですね、勉強してて、まあ、年末どうしてもちょっとこの本で勉強したいっていう方は早めにお買い求め、今の2021年版を買っていただければなと思うんですけども、在庫もすごい少なくなってきておりますので、で2022年版は1月20日頃に販売予定ですので、販売開始予定ですので、まあ、それまでお待ちいただいて、まあ、新しい問題もですね、大体まあ新しく問題十何問ちょっと差し替えましたけどもね、出ている傾向を見ながら、あとですね、2級技能士目指してらっしゃる方は2級技能士の学科試験の分析もちょっと今回2022年度版で追加しておりますので、まあ、次狙ってる方はちょっとお待ちいただいてからご購入いただいた方がいいかなと思います。で、こちらですね、学科試験対策講座、この本書の特徴として1、傾向分析攻略ポイント、まあ、論点テキストっていうのがこの2021年度版なんですけど、2022年版は論点テキストではなくて、もうちょっと違うテキストにしました。論点ではなくてね。あと予想問題も、まあ、練習問題って感じですかね。で、4ステップで品質項目を効率的に学習できます。で、初学者でも安心の分かりやすい解説、試験に出る確率の高い予想問題を厳選して収録しております。で、この本書いてる方は、まあ、レック専任講師の小沢浩一先生なんですけども、この絵みたいな、本当にこの絵みたい、可愛らしい絵みたいな顔をしてらっしゃいます。キャリアコンサルティング技能士2級ほか100を超える資格をね、獲得してらっしゃって、その資格を取るっていうね、資格の勉強にも特化してらっしゃる方なんですよ。まあ、そのノウハウをもとに出題論点を抑えた問題解法のアプローチを提案してらっしゃるっていうことね、すごいとっても分析されているので、この辺が出るみたいな感じで出てますので、ぜひ見ていただければなと思います。あとですね、この下の方に書いてあるこの本書購入者特典っていうのがありまして、この本買った方にはこの無料分析講座っていうのがね、見れるような特典がついてまして、この本の中のここペッてめくっていただいた、ここ QR コードがついてましてね、ここにちょっと、まあ、アンケートみたいな答えていただいた方にはこの動画ついてますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、では次に行きますかね。次はスピードマスターですね。スピードマスターは、学科統計資料スピードマスター道場っていうね、講義内容なんですけども、白書とか統計資料なんですけども、毎年の情勢により内容や数値が刻々と変化します。当講座は過去問の出題傾向をもとに、今発表されている白書統計資料のポイントを講義し、演習問題を通じて身につけることができます。オリジナルテキスト付きで、講座時間は5時間で、ウェブ配信時間は同じく3月6日までで、受講料は1万円となっておりますけれども、こちらですね、小松先生がやっております。小松先生というのは中小企業診断士でもありますので、結構その白書統計資料強いんですね。でもテキストがね、すごいすごい立派なテキストなんですよ。こういうテキスト3冊ついてましてね、結構厚みあります。先ほどお見せした学科特訓ゼミとそんなに変わらないんじゃないですか、厚み的にはね。こっちの方がちょっと多いかな、ページ数。そうですね、
なので陶芸資料本当大好きっていう方とか本当にしっかりやりたいっていう人にはこれとっても素敵なテキストに出来上がっておりますのでぜひ見ていただければなと思いますね。これオリジナルテキストついてます。内容はそうですね、こういう資料、統計資料ですね、まあ、グラフみたいな、まあ、白黒でちょっとね あれですけども持ちやすいと思いますよ。持ち運びには軽い、3つに分かれてますのでね、はい、読み物としても良いかなと思います。で最近まあ統計の問題もね結構まあ少なくとも50問中7問ぐらいは出てますのでぜひ取っていただければなと思います。はい、それではですね、お問い合わせ先、お申し込みお問い合わせはレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。レックコールセンターテル、ね、0570-064-464 ですね。お時間決まっておりますのでご確認ください。あとですね、試験に関するお問い合わせはキャリアコンサルティング協議会、国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでお問い合わせいただければと思います。まあ、レックの養成講座受講生の方は終了後試験まで間が空いてしまうので力を落とさないように、さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用ください。お申し込みお問い合わせはこのコールセンターまで、各本校コールセンターへご連絡ください。はい、これで学科試験対策講座の、ガイダンスを終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。